私の名前はパニコ。自宅で仕事をする在宅ワーカーです。体が不自由な母を介護しながら親子2人で実家に暮らしています。決して収入が多いわけではありませんが、母と力を合わせて日々生活しています。平凡な生活を送っている私ですが、一つ困ったことがあるんです。それは4歳年上の姉レイナのこと。昨年の秋に結婚し家を出たのですが、どうやら最近お金に困っているようで、頻繁にお金を借りに来るのです。姉は毎週のように2万円を借り、お金を今まで一度も返したことがありません。何度も続いているので、さすがに母と私も生活が苦しくなってきたこともあり、姉に直接 LINE で催促をすることにしました。お姉ちゃん、そろそろお金返してほしいんだけど。なんで？母さんの貯金があるのにまだ金が欲しいわけ？貸したものは返してもらうのが普通でしょ。うちも生活苦しいから返してほしいってだけだよ。どんだけ金使ってんの？それはお姉ちゃんに聞きたいよ。毎週毎週2万円貸してって言うけど、一体何に使ってるの？あんたには関係ないじゃん。人の家庭の金銭事情に首突っ込まないでよね。私だって突っ込みたくないよ。でも毎週はどう考えてもおかしいでしょう。うるさいな。私がお金をどう使おうが関係ないでしょ。月8万円貸してるんだよ。別にお金使うなとは言わないけど、せめて借りたら返しなよ。はいはい、わかりましたよ。返せばいいんでしょ、返せば。引きこもりニートのくせに。今まで何度も姉には在宅ワーカーであると説明しているのですが、全く理解がありません。確かに母の介護のためとはいえ、ずっと家にいるので、姉からすると仕事もせずに実家に引きこもっている妹に見えるのかもしれないですが、とてもじゃないけれど体が不自由な母を置いて長時間働きに出ることができないというのを姉は理解していないんです。私がニートで母のお金で生活していると思っている姉は、自分が月8万円を毎月うちから借りていることに罪悪感を感じていないみたいなんです。姉は足が不自由な母を蹴飛ばしたことがあるほど母の体にも理解がありませんでした。なので姉が家を出た時には母も内心ほっとしていたようですが、さすがに母も姉のお金の使い方は心配して何度か注意しているようでした。でも全く改善が見られず、そのせいなのか先日母が心労で倒れてしまったんです。これ以上母に苦労をかけたくないと思い、私は再び姉に LINE をしました。お姉ちゃん、いい加減にしてよ。母さんにこれ以上心配かけないで。いきなり何なの？母さん、この間倒れたんだよ。ここ最近ずっとお姉ちゃんのこと心配してたから、心労だよきっと。マジで？だから、母さんのためにも、もうこれ以上心配かけないでよ。私、来週から実家帰るわ。は？帰るって、旦那さんはどうなるの？話しとくから平気平気。なんでいきなり帰るなんて言い出したの？何よ、私が帰るのが不満なわけ？そうじゃないけど、ただどうしたのかなって思って。母さんが倒れたって聞いて心配なだけ。そう。母さんにも言っといてね。本気なの？そうだけど。わかった。正直言って私は姉が帰ってくるのは反対でした。母の体を理解していない姉が帰ってきたらまたトラブルになりかねず、母も安心して療養できません。母にも一応話しましたが、実の娘に帰るなとは言えないからか不安そうにしているものの何も言いませんでした。そして翌週、姉が帰ってきた当日に早速事件は起こってしまうのです。それは私が夕飯の買い物に来ている時に起こりました。パニコ、まだ帰れない？今お会計中だけど、どうして？レイナがうちのお金を漁り出して、止めたらものすごく怒ってるの。大丈夫？今は部屋に鍵をかけてこもってるから、なんとか大丈夫。よかった。すぐに帰るから、絶対に部屋から出ないでね。ごめんね、迷惑ばかりかけて。いいから、今から帰るから少し LINE 見れない。何かあったら電話して。うん、ごめんね。自転車をかっ飛ばして大急ぎで家に帰ると、姉が母の部屋のドアを壊そうとしていました。
ちょっとお姉ちゃん？何よ。何してるのよ。そこは母さんの部屋でしょ。あいつがここにお金を隠したんだもの。はあ？お金を隠したって母さんのお金でしょ。私が見つけたお金よ。だからそれは家の中にあった母さんのお金でしょ。そこら辺に置いておくのがいけないんでしょ。ここは母さんの家よ。そうね。じゃあ働いてないあんたがここで母さんの金で生きてるのもおかしいわよね。だから私は。出てけ、この引きこもりニートが。姉に思い切り蹴飛ばされ、私は家を追い出されました。幸い携帯を持っていたので母と連絡を取ることはできるけど、家は内鍵を閉められてしまって外から入れない状態です。私が追い出された後も姉の怒鳴り声が聞こえていました。私はそんな声を黙って聞いていることもできず、ひとまずその場を離れました。しかし姉から追い出されて当然荷物も持っておらず、お金も何もない状態で私は途方に暮れました。私は母のことが心配になり LINE を送りました。母さん大丈夫？私は大丈夫。それよりすごい音がしたけど。お姉ちゃんに家を追い出されちゃったの。内鍵が閉まってて家の中には入れなさそう。そんな。母さん、私が何とかするから、今は貯金をお姉ちゃんに渡して自分の身を守って。私が何とかするから。パニコ、ごめんね。母さんのせいでこんな目に遭わせて。母さんは悪くない。すぐに帰るから待ってて。何かあったらすぐに警察呼んで。うん、わかった。ありがとう。多分姉はお金さえあればしばらくはおとなしくしてくれるはず。とはいえ携帯しか持ってない私が何ができるんだろう。このまま家に入れなければ今日泊まるところだって困ってるくらいなのに、どうすればいいか頭を悩ませていました。家の近くの公園で途方に暮れていると、見覚えのある男性が公園に入ってきました。なんとそこにいたのは義兄だったんです。お兄さん、なんでここに？最近レイナの帰りが遅かったりすることが多くて気になってたんだけど、急に実家に帰るなって言い出すからいろいろ調べてたんだ。さっき実家まで行ったらレイナのすごい声が聞こえて、でも家庭の事情にあまり口出すのも悪いと思ってたらパニコちゃんを見かけたから。姉はお金がないみたいで、しょっちゅううちからお金を借りていて、今月は毎週借りに来て一度も返しに来てません。姉は何にそんなにお金を使ってるんでしょう。ごめんね、迷惑かけて。多分なんだけど、パニコちゃんみたいに自宅で仕事したかったんだと思う。え？でも姉はしょっちゅう私に引きこもりニートとか言ってたんですよ。実は少し前に仕事を辞めて自宅で仕事したいって言い出してたんだ。できるならいいよとは言ったんだけど、どんな仕事か聞いてなくて、どうやら詐欺に遭ってるんじゃないかって俺は思ってる。なんかいろんな教材みたいなものがレイナの部屋にたくさんあったんだ。だから在宅ワーカーとして成功してるパニコちゃんが羨ましかったんだろうね。そうだったんだ。とはいえだからってパニコちゃんを罵倒して追い出したり、お母さんを脅したりしていい理由にはならないからね。ちょっといい考えがあるから手伝ってくれる？はい。そして私と義兄は綿密に作戦を練りました。その作戦というのが、義兄が自宅に行き姉を引っ張り出した後、今まで借りたお金の分などを全て返す誓約書にサインさせる、その上で今後一切実家にお金を借りたり迷惑をかけないことという誓約書もサインさせるという作戦。義兄は無事にその作戦を実行し、母と私に何度も頭を下げてくれました。私も用意した誓約書を出し姉にサインさせました。母にも何事もなく安心していたのですが、夜姉から LINE が来ました。お前が旦那に作ったわけ？何なのよ、人の旦那に手出して。手なんか出してないよ。お姉ちゃんに追い出されて公園に行ったらお兄さんに会っただけ。嘘つけ、この引きこもりニートが。お前のせいでお金も使えなくなった。せっかく儲かりそうな仕事があったのに。あのさ、もういい歳なんだから自分のお金くらいしっかり管理しないよ。お前に関係ないだろ。関係あるよ、家族だしお金貸してるんだもん。あれは母さんの金だろ。違うよ、私が在宅ワークで稼いだお金。え？お姉ちゃん、在宅ワークって元金が必要なことはほとんどないよ。あっても作業に必要な PC ソフトを買うくらいだし、
詐欺に近いことをしてるかもしれないから今すぐやめて。嘘、だってみんな稼げるって言ってたもん。もういい、私はこの方法で金を稼いで返済するから。ちょっとお姉ちゃん。その後1ヶ月くらい姉とは連絡がつかなくなりました。どうやらスマホの料金も払えなくなってしまったようです。ちっとも改善しないお金の浪費癖に義兄にも愛想を尽かされてしまい、2週間前に離婚しました。自業自得だよね、ひしし。その後姉はというと、この一件で懲りたのか私たちにこれまでのことを謝ってくれました。今は実家で母の介護を手伝いながら家事をしてくれています。でもいい加減姉も自分でお金を稼げるようになってほしいので、在宅ワーカーとしてのノウハウを教えたりしています。ようやく私の仕事にも理解を示してくれるようになりました。ちなみに私はというと、今でもたまに元義兄と連絡を取っており、その紹介で仕事をいただけることになりました。今は姉が母の介護の手伝いをしてくれているので、私は少し仕事に力を入れています。いずれは独立して個人事業主としてやっていきたい。そのために毎日一生懸命頑張っています。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。